福岡市道植物園は、福岡県福岡市中央区南公園にある、福岡市営の動物園、植物園。福岡市内には、戦前にもご体転記念福岡市道植物園が、現在の福岡市立前田市小学校の場所にあった。ドイツのハーゲンベック動物園を模して1933年に開園したが、他地域の動物園と同様、戦時中に閉鎖された。戦後、 福岡市中心部から南に位置する南公園に動物園が開園し、現在に至る。かつては福岡市で初の浄水設備である平尾浄水場が動物園に隣接していたが、廃止され、その跡地を利用して植物園が開園した。2018年3月現在、動物園が約110種、植物園が約2600種を有する。 大きく分けて、高部の植物園と底部の動物園の2ゾーンからなる。動物園は2018年で開園65周年を迎え、植物園は2020年で開園40周年を迎えた。植物園、福岡県福岡市中央区小笹5丁目、一般公開されている、津ま山猫主な展示動物。 施設一覧主なイベント前だし小学校内に残る旧動植物園の門老朽化が目立つ動物園を中心に20年でリニューアルを進める構想。飼育動物トライ園者に優しい動植物園へとエリア単位で段階的に更新する計画。2025年から2030年頃に完了予定。リニューアル構想は1991年11月に市長諮問期間。 福岡市自然動物公園整備構想委員会が設置されたことに始まる。当初は西区近地区への移転が答申されるが、その後、福岡市の財政事情が考慮され、2002年8月には移転計画中止及び現動植物園の再検討となる。旭川市旭山動物園などの行動展示を参考に動物園と植物園を一体化させて飼育場や、 展示方法を整備し、生息地別単位に5つの展示エリアに区分する。個々の動物の飼育空間を広く取るため、現在の飼育種を2割ほど減少させる予定。ありがとうございます。